フランコバレージ、フランコバレージ、フランチェスキーのフランコバレシ、1960年5月8日台は、イタリアの元サッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。1980年代から1990年代にかけて活躍し、現役生活の通じて AC ミランでプレー、ディフェンダーとしては決して体格に恵まれていたわけではなかったが、リベロとしてのプレイぶりは、 優雅さを兼ね備え、的確な読みで相手の攻撃の目を積み、相手陣内深く、ドリブルで切り込むこともあった特に戦術眼と読みの、鋭さはそれこそ一級品で、他の追随を許さないレベルにあった。長年、彼が背負った背番号6は、引退後に、クラブの永久欠番となっている。実刑のジュゼッペ・バレージ、ギュゼセッペ・バレシも、元インテル所属。 元イタリア代表のサッカー選手。家族は妻と長男の他に、養子が一人いる。1960年5月8日、イタリア・ロンバルディア州ブレシア県のトラバリアートに生まれる。1974年、セリエ A の下部組織への加入を希望し、各クラブのテストを受けるが、最初に受験したアタランタ BC は、当時164センチメートルで華奢だった彼を不合格とした。 次に、実刑、中ュゼッペが所属していたインテルを受けるが、再び体が小さいという理由で不合格。そこを、AC ミランの関係者に誘われ、ミランのプリマベーラに加入する。高いディフェンス能力を買われてということもあったが、当時の AC ミランに若いディフェンダーが不足していたという事情もあったという。この矢先、同年に、父が交通事故により急死した。 幼少時に母を亡くしていたバレージは14歳で、両親を失った。1978年、下部チームで実力を増したバレージは、トップチームに昇格。同年4月23日に、タイエラスベローナ戦で、プロデビューを飾る。1979年、2年目にして CB、もしくは、スイーパーとして、レギュラーポジションをダッシュしリーグ戦30試合に出場。 ジャンニー・リベラ、ファビオ・カペットといった名手たちと共に、早くも最初のスクデットを手にした。リベラの引退後、バレージは、クラブの主役となったが、翌1980年、大規模な不法突破クスキャンダルが発覚し事件に関与したとされた AC ・ミランは、SS ラチを共に、セリエ B への降格処分となった。思わぬ形で2部リーグでのプレーを余儀なくされたが、 1981年に1シーズンで這い上がる。しかし、スキャンダルの余波で有力選手が次々と移籍。クラブ自体の人気も落ち、収益も減収した。このシーズンには、バレージ本人もウイルス性疾患を患い、数ヶ月戦列を離れた。これによりミランは14位でシーズンを終え、処分ではなく、実力不足によるセリエビー広角となった。オフシーズン、バレージのもとに、 複数のクラブから遺跡話が届いたが、その一切を断り、ミランに残留。この決断によりバレージは、ミランのファンや、周囲の大きな信頼を獲得した。1983年にミランは、セリエ A に復帰したが、トップグループに一歩及ばない成績が続き人気も、下降。当時のインタビューによれば、選手たちへの給料配布も、集休となり、経営難から、 支払いが止まることもあったという。1986年、実業家、シルビオベルルスコーニが、ミランの会長に就任すると、クラブの経営状況は一変。豊富な資金力で、翌1987年に二人のオランダ人、ホワード、ルート・フリットとマルコ・ファン・バステンを獲得、さらに当時無名であった、アリゴ・サッキを監督に就任させた。サッキ監督の提案する、 ゾーンプレスに当初はチームメイトらは、会議的であった、バレージは、さっき戦術のキーマンとして、チームを牽引。マウロタソッティア当時若手だったパオロマルディに、アレッサンドロコスタクルタと共に、強固なバックラインを形成した。このシーズン早くもチームは機能し、ディエゴ・マラドーナを擁した SSC、ナポリを抑え、スクレットを獲得した。1988年、 フランクライカールとを加えより厚みを増したミランは、首相バレージ率いる守備陣と、オランダトリオ2を中心とした攻撃陣の活躍もあり、UEFA チャンピオンズカップに連覇、インターコンチネンタルカップに連覇とタイトルを獲得。以降1990年代半ばまでの数年間、AC ミランは、リーグ優勝、チャンピオンズカップなど多くのタイトルを獲得する黄金期を築き上げ、 1989年にはバロンドールの投票で第2位となるなどバレージは不動のディフェンスリーダー、キャプテンとしてチームをまとめ上げた。1989から90のコパイタリアでは7試合4得点と DF ながらトップスコアラーにもなっている。1990年にはユベントス、レアルマドリードが獲得を試みたが3年間の契約延長。 1991から92、92から93、93から94とセリエ A3 連覇に貢献。特に1991から92は無敗での優勝を成し遂げた。93から94シーズンは累積警告で、決勝ではプレイしなかったが、チャンピオンズリーグの制覇に貢献。1994から95シーズン限りで、 現役を引退する決意を固めていたが、周囲の説得で、その後2年間現役を続行した。また、94から95シーズンの開幕戦では、当時ジェノアに所属していた、三浦和義との競り合いで、三浦が尾骨を骨折する一幕があった。試合後バレージは、電話や電報を送るなど謝罪をし、後日、サッカー雑誌で対談した際にも謝罪した。 1995から96シーズン、開幕戦のパドバ戦にて、オーバーラップから、リーグ戦では89から90シーズン以来で、また自身のキャリア最後となるゴールを決めた。また、自身最後となるセリエ A 優勝に貢献した。1997年6月23日、自身の体力の衰えを理由に、現役引退を発表。 最後のシーズンは36歳というサッカー選手では、恒例でありながらシーズン26試合に出場したが、スピードや体力の衰えは顕著となっていた。同一クラブにおける通算試合出場数541は、セリエ A 歴代3位の記録である2008年11月、現在。1位はパオロ・マルディーニ、2位はインテルのハビエル・サネッティ、 1997年12月には、オランダトリオ、パパン、ロベルト・バッチオラかつてのチームメイトや、ジーコ、ロマー・リオラが集まり引退試合が行われた。引退後バレージは AC ・ミラン・プリマベーラ、20歳以下のコーチとクラブの名誉副会長職に就任。またバレージの功績に敬意を表し、彼の代名詞ともなっていた背番号6は永久欠番とな。 2002年には、イングランドのフルアムで、テクニカルディレクターに就任したが数ヶ月で辞任した。2006年からは、AC ・ミラン・ベレッティ、19歳以下のコーチを務めている。1980年当時、まだ U-21 代表の一員でありながら、地元開催のエウロ80の最終メンバーに選出される。1982年、 W 杯スペイン大会の代表メンバー、背番号に狙われ優勝を経験したが、自身の出場機会はなかった。1984年ロサンゼルスオリンピック、ここで4位入賞を果たした。イタリア代表としてもバレージはその能力を発揮し、1990年 W 杯イ,イタリア大会では、全7試合にフル出場し3位獲得の原動力となった。 1994年アメリカ大会は、グループリーグ第2戦のノルウェーとの対戦で大膝を、痛め途中交代、計算未に出場した、一時的に、戦線離脱するもすぐに手術を行い、決勝の対ブラジル戦で復帰。み上がりとは思えないパフォーマンスで、アッツーリのディフェンスラインを巧みにコントロールし、ロマーリオとベベットの2トップを120分間ほぼ、 完璧に封じ込みて見せたが PK 戦でバレージ自身も失敗しチームは敗れ準優勝に終わった PK によって全てが決められてしまうとは何とも非常な話だと悲しみに暮れたが大怪我を負いながらも精神力で決勝戦に間に合わせてきたキャプテンは大いに男を上げ改めてその存在の大きさを世界に示した楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。